Truckers X TV on air。We are now live in 3, 2, 1。よう、アリス。こんにちは、キリト。そうだ、少し時間はありますか？稽古に付き合ってほしいのですが。稽古か？いい。キリト君、ここにいたんだ。探したよ。アスナ。こんにちは、アスナ。キリトに何か用ですか？こんにちは、アリスさん。ええ、一緒にお昼を食べようと思って。でしたら日を改めてください。キリトはこれから私と稽古に行きますので。アリス、そんな挑発しなくても。もうお昼なのに？キリト君はお腹空いてると思うけどな。アスナまで。二人で話していても仕方ありません。ここは本人に決めてもらいましょう。確かにそうね。キリト君、お昼と稽古どっちにする？稽古でお腹を空かせた後、みんなでお昼にしよう。ダメでしょうか？まあいいでしょう。アスナの件にも多少の興味がありますし。食事は稽古の後でも遅くはないしね。キリト君が言うならそうしましょう。どうしてこんなことに。さすがだな、アリス。いえ、キリトの方こそ見事な剣さばきです。手合わせありがとうございました。こちらこそありがとう。次はアスナの番だな。うん、アスナ、どうかしたか？キリト君、少し動き変わった？ずっと一緒にいたけど今のは見たことなかったよ。この世界に来てから本物の剣士と戦ってたからな。新しく覚えた技なんかもあるんだぜ。そっか、また強くなったんだね、キリト君。ええ、キリトの戦いぶりは素晴らしいものでしたよ。今のキリトについていけるのは聖豪騎士である私くらいでしょう。まあ、どれだけ強くなっても平気かな。キリト君と私はずっと一緒に戦ってきたんだし。そうでしょうか。あなたとキリトのこれまでを疑う気はありませんが、見たところあなたの剣には重さが足りません。それではキリトの負担が増えるばかりではないのですか？それを言ったらあなただって手数が足りないように見えるわ。それじゃあキリト君の力を活かせないんじゃない？そのようなことはありません。剣の一振りが強力であればどのような局面にも対応可能です。そしてそれは誰かと協力する場合でも同じことです。そうかしら。私は正確さ、そして手数こそ汎用性が高いと思う。支援も攻撃もどちらも可能だもの。この両立が二人組の時には欠かせないと思うけど。手数手数と言いますが、それは技の多さで一撃の軽さをごまかしているに過ぎないのでは？それはどういう意味かしら。第一、私の一撃は軽めでも連続技だと総合的な強さは同じはずよ。ほう、そうきましたか。では先ほどあった、あなたが私の剣について言った
聞き捨てならない発言を訂正したいと思います。言わせてもらいますが、私の技でも支援は可能ですよ。それでいて、攻撃精度と正確さには自信があります。二人とも喧嘩は良くないと言いますか。こうなったらキリト君に決めてもらいましょう。キリト君ならより正しい答えを出してくれるはずよ。確かにそうですね。キリト、どっちの方が優れているか決めてください。俺？バランス、いや、均衡の取れた攻撃が一番じゃないかな。バランス？それは結局どういった意味でしょうか。手数が少なくて一撃が重い技、それとも一撃は軽いけど手数が多い技、キリト君はどちらがいいと思っているの？均衡を取れと言われましても、無駄な手数を増やして一撃の精度を落としたくありません。無駄？私だって妙に一撃を重くして攻撃の幅が狭まるのは良くないと思うな。ダメだ、全く相入れる気配がない。そうだ、そろそろ何か食べに行かないか。二人ともお腹空いただろ。確かにもういい時間ね。いいでしょう、稽古は終わりにして食事にしましょうか。だからなんでこんなことになってるんだよ。さて二人とも、何か食べたいものはあるか。そうね、せっかくだから私が何か作ってあげるよ。お、本当か。アスナの手料理はうまいからな、楽しみだ。そうなのですか。それではお手並み拝見といきましょう。ふーん、じゃあアリスさんは料理もできるのね。いい機会だし食べさせてもらえないかしら。ええ、喜んで。ですが私もあなたの実力を知りたい。ここは一つ料理対決ということでいかがでしょう。いいわ、受けて立とうじゃない。それではキリト、審査員をお願いします。料理が終わるまで待っててね。おい、二人とも行ってしまった。お待たせしました、キリト。お待たせ、キリト君。ありがとう、二人とも。すごく美味しそうだよ。アスナ、繊細な料理の数々であろうことは認めますが、そのような量ではキリトを満足させられないのでは。アリスさんこそ一品のみの豪快さは見栄えするけれど、一辺倒の味じゃ途中で飽きちゃうわよ。ほほう、飽きられる。そういった細々とした料理こそ印象も薄く、繰り返せば飽きられるのでは。なんですって。かなり言いづらいんだけど、ちょっとアリスさんの料理は豪快すぎるわよね。どういった意味でしょう。そうね、見栄えはいいけど、工程としてお肉の塊をそのまま焼いただけに見えるのは気のせいかしら。なんですって、これは歴としたお料理です。第一、肉の塊を焼いて何が悪いのですか。きちんと熱素と風素を頃合いよく混ぜて熱しました。やっぱりお肉の塊を焼いただけじゃない。肉が柔らかくなるよう新生術でかなり調整を行っています。その時点で皇帝と認められるべきではないでしょうか。まあ二人ともそれくらいに。ではキリト、どうぞ召し上がってください。その後どっちの料理の方が美味しかったか感想を聞かせてね。
分かったから。ああ、それじゃいただきます。ごちそうさまでした。どっちの料理も美味しかったよ。そのような感想は求めていません。それでどっちの方が美味しかったの？いや、それは、うん、どっちも最高かな、うん、曖昧な感想は求めていないと言ったでしょ。そうだよキリト君、君がはっきりしなきゃ勝敗はつかないんだから。そう言われましても。いいえ、キリトに決めてもらわずとも、もっと分かりやすい方法があるではないですか。言われてみればそうだわ。もうそうする他にないみたいだし、やりましょう。ちょっと待ってくれ、二人ともどこに行くんだ？決まっているでしょう、稽古場です。やっぱりお互い剣士なんですもの。最後は剣で決着をつけるしかないわ。そんな俺が煮え切らなかったせいで二人は取り返しがつかなくなる前に何とかしないと。遠慮はいらないわ、お互い全力でいきましょう。もちろんそのつもりです。それでは始めましょうか。待ってくれ二人とも。邪魔しないでください。これは私たち二人の戦いなの。いくらキリト君でも止められない。いや、俺は二人を止めに来た。二人のどちらが優れているか決めたんだ。キリト君？キリト？俺が選ぶのは、あ、やっぱり待って！え？なんていうか、ほら、そんなに急いで決めることじゃないっていうか。ええ、そう、その通りです。今すぐにどうこうという話ではないのです。きっと決して自分が選ばれなかった未来を想像したわけではありません。あ、そう、その通りよ。それに私もアリスさんもキリト君の力になりたいだけのはずだったのに。いつの間にか力比べになってしまっていました。どちらが強いかなどどうでもいいことだったのです。うん、むしろ二人とも強いことを喜ぶべきだよね。キリト君の役に立てる強さが一つじゃないってことだもん。ごめんなさいアスナ、目先のことにとらわれ大切な仲間に剣を向けるところでした。うん、こちらこそごめんなさい。あなたとは協力しなきゃいけなかったのにね。よかった、二人の仲が良くなって本当によかった。なんだかお腹空いてきちゃった。アリスさん、お昼にしない？言われてみれば私たちは何も食べていませんね。どこに行きましょうか？私はパイの気分かな。この間食べた果物のパイがとても美味しかったのよ。パイですか。稽古の後ですし、私はもっとしっかりと食べたいのですが。しっかりとか、今はたくさん食べたい気分じゃないかも。私こそ甘いものだけでは済ませられません。あの、お二人とも喧嘩はやめにして仲良くいきませんか？そうだ、キリト君が決めてよ。え、俺？俺はお腹いっぱいだから。キリトは食べる必要はありません。ただ選べばいいのです。そうだな、どうしようか。こんなことなら無理やりにでも決断しておくべきだったかもしれない。